深島は、大分県佐伯市構え大技構え裏にある島。構え港から約9キロメートル南にある、大分県の最南端に位置する島である。面積1.10平方キロメートル、周囲4.0キロメートル、人口は19人。全域が、日報海岸国定公園に指定されている。南部と北部の2つの島が、中央のサスで結ばれ、全体として氷炭が倒している。 集落は、島の中央のくびれた部分にある。国の天然記念物であるカラスバトが生息している。また、天然記念物である紫岡やどかりの、大分県内で、唯一の生息地でもある。小いまいの亜種である深島小いまいは、この島と宮崎県の島の裏島だけに生息しており、環境省レトリスト2019で純絶滅危惧に指定されている。 北方約7キロメートルにある館島との間には珊瑚礁が発達しており、島の沿岸部2カ所が海中公園に指定されている。人口を大幅に上回る約100匹の猫が住んでおり、近年猫の島として知名度が高まっている。これらの猫には住民が名前をつけて餌やり等の世話をしている。その費用を捻出するために、 再起市観光協会では2019年に、島内の猫81匹の名前や写真を紹介する深島猫図鑑を作成、販売している。島には犬を飼ってはならないという言い伝えがあり、猫が増えたのはそのためであるとも考えられている、ダイビングのメッカとして有名。近年、磯遊び、シュノーケリング、シーカヤックの名所にもなっている。黒台。 ハマチ、ブリなどの磯釣りのポイントとしても知られる。新島味噌という伝統的な製法で製造される白味噌が名産である。ありがとうございます。